いつが10尾。くそ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。10尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、おっ始める気だぜ。ナルト、カガシとガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。を止めようか。この世界でもがいても勝ちはない。この世界に希望なのだ。お前を死ね。
調整なると。この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。どうぞ。第一どうか。今こそお前に忍び連合軍の術だってだよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ホイト。あの方向はここか。連合の頭を狙うか。まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁刺し木の術。なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。やめやめやめ。
いや、俺はもう。虹兄さん。ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんで、なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に。天才だと言われたからだ。ネジ、ネジ兄さん。おい、ネジ、しっかりしろ。おい、ネジ。おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。さっきネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味、わかる？仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな、父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなだ、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、九尾チャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。仲間の死から何も学ばない、幼稚な忍びに過ぎない。
確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘリクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。博士先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。